県が福島第一原発事故の原因や健康への影響などを検証した3つの検証の総括報告書について県民説明会が開かれました。県は3つの検証を柏崎刈羽原発の再稼働について議論する際の判断材料の一つとしています。検証の総括を終えた県は昨日県民説明会を開きました。総括は福島第一原発事故に関する検証を県が客観的に整理しまとめたものです。参加した人からは総括を踏まえ柏崎刈羽原発に関する検証も行うべきだという声が上がりました。どこにさらに深める点があるかとか、それからそんなそれを踏まえて柏崎も含めてどうやっていくかと。説明会は来月25日にも開かれます。